はユニバーサルスタジオジャパン、ご覧の皆さん、お待たせいたしました。さあ本日はですね、モンスター総選挙の10位から1位の結果発表をしたり、モンスターハンターシリーズのゲームやイベントの歴史を振り返ったりなど、モンスターハンターの20周年をお祝いする約2時間の番組となっております。私本日司会を務めます、宇佐美子と宇佐美由紀と申します。よろしくお願いします。宇佐美子、やっと自己紹介してくれたね。はい、アシスタントの池田ショコラです。よろしくお願いします。宇佐美ちゃん、かわいい。さあそして20周年を支えてくれたゲストの方々にもお越しいただきました。まずは次長課長の井上聡さんです。あ、こんにちは、よろしくお願いします。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 そしてゴージャスさん。ウォーンツー、君のハートにレボリューション。どうもゴージャスです、よろしくお願いします。イエーイ。そしてザタッチのお二人です。切れ味の開き、どうもザタッチです。よろしくお願いします。短いでしょ。短いですよ。そして綾菜さん、よろしくお願いします。はい、旧カプコン TV メンバーの綾菜と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうどトゲがあるよ。ゲーマーにトゲがある。そしてYouTube の実況動画でもおなじみ人気クリエイターの吉野真くんです。はい、皆さんこんばんは。ゲーム実況チャンネル吉野真です。よろしくお願いします。吉野真、入らない。はい、そしてさらにモンスターハンターシリーズプロデューサーの辻元良三さんにも加わっていただきます。はい、辻元です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。さあ今回のゲストの皆さんはゲームはもちろんなんですが、イベントなどでもご協力をいただいた皆さんとなっております。はい、本日は皆さんよろしくお願いします。さあそして実はもう一人いらっしゃる予定なんですけれども、アメリカザリガニの平井さんなんですが、はい、ちょっとあの前の仕事が終わり次第駆けつけてくださるの。あら、何やってんですか。ちょっといつ来るか分かんないんですけど。ううなんか不祥事起こしたんですか。いなかった。いやいやいや、それで来ないんですか。安全な人です。はい、温かく迎えてあげてください。そうだ、平井さんお誕生日なんですよね。今日誕生日。遅刻は遅刻ですから。そして放送をご覧の皆さんもモンスターハンター20周年公式 X にハッシュタグ MH20th をつけてモンスターハンターの思い出などコメントをください。よろしくお願いいたします。お願いします。さあそして平井さんの誕生日以外にも、はい、今日おめでたいことがあったということで、本日ですね、モンスターハンターワールドが全世界で2500万本販売を達成いたします。すごい、すごい、さすが。ちょうどでもいいっすよ。ちょうどかな。はい、ということでそんな皆さんに感謝を込めてまた2時間お送りしていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれではまずはモンスターハンター20周年を記念して作られましたメモリアルムービーからご覧ください。どうぞ。Thank you.
慨深いですね。うん、なお本日はモンスターハンターワイルズに関する新情報はございません。ご了承ください。あら、ま、最近毎回言いますね。はい、ね、先言っとかないと、ね、言いすぎたね。さあ、そして映像でもご覧いただきました20周年の記念のロゴなんですが、すでに公開されているものもありますけれども、うん、実はもう一つ可愛らしいロゴが制作されていたということで、うん、あらこちら、はい、あら可愛らしい。またちょっとタッチが変わって可愛いんですが、うんうんうん、今日お二人実は来ていただいている方々がいらっしゃいますので、よかったら見てください。なんで前行くの？チリジリ、はい、これです、はい、こちらが20周年のロゴの T シャツです。はい、ちょっと可愛いですよね。可愛い、はい、若干マイクで寄ってますけどね。ちょっとねマイクついちゃったらすみません。はい、ね、ちょっとお医者さん、ちょっと気をつけてください。人のせいにするな。はい、こちらの T シャツは明日3月13日水曜日から Amazon で購入できますので、詳細は明日 e カプコン内の特設サイトをご覧ください。いや、なんもないですよ。後ろなんもないよ。ありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素敵。はい、さらに今後このロゴを使用したグッズなどの展開もあるかと思いますので、ご期待ください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、では早速最初のコーナーに行きたいと思います。はい、まずはモンスターハンターシリーズ20周年を記念した企画、うん、モンスター総選挙の結果発表です。気になってたこれ。そうな、これ気になってたもん。はい、こちら全229体の候補から自分の推しモンスターに1票を入れていただいたこちらの企画なんですが、うん、20位から11位はすでに SNS で発表されておりますので、そうそうそう、こちらのコーナーでは残りの10位から1位までを発表していきたいと思います。はい、はいはいはい、推しモンスターまだ順位発表されてない方。あ、うん、そうですね、我々もされてないですね。僕もされてないです。はい、全然モンスター。え、ザタッチは2人とも同じモンスター推しですか？僕はアカム。あ、僕ウカムです。おすごい。まだされてない。そういう感じなんですね。そうですね、オリプロコムとアカムとウカムで。あ、そうなんや。お前チャチャムだろ。誰がチャチャム。あ、懐かしい、懐かしい。僕は出てないです。吉野さんは？僕ラギアクルスが大好きなんですけど、あの14位にラギアクルス希少しか来てたんですね。入ってた、入ってた。だから現象もっと上にいるんじゃないかな。なるほど、確かに、確かに、うん、楽しみです、ね、その辺も気になりますよね。うん、ぜひご覧の皆さんも気になっていると思います。うん、その推しモンスター何位に入っているんでしょうか。まずは10位から4位一気に発表したいと思います。それではご覧ください。大胆だな。
れがあるね、モンスター多かったと思いますが、ナルガが結構なんか、ここでみたいな声が聞こえた気がします、ね、まあそうですね、まあ、今回 の, あの、投票ってグローバルでやってるんで、日本だけじゃないんですよ。なのでちょっといろんなあの投票が入ってくるところもあると思います。若い子が多いかな、こちらまだここですね、ね、はあ、上回るほど来るんですね。上回る5位がすごい。20位から11位まであんなちょっとずつ発表してたのに、あれ1個ずつだったのね。1日1個でしたね。1日1個だったのにちょっとびっくりしちゃった。あと意外と特殊答えが入ってくるんですよね。新しめだな、だいぶ、はい、そうですね。アルバトリオも早かったですね、これ10位だって。ですね。ナルが1位だと思ってたけど、ねえ、ナルが意外でしたね。気になる残りの3位から1位、心のご準備よろしいでしょうか。一気に予想しよう。さあではトップ3、このモンスターになります。どうぞ。思いましたよね。ええってなりながら、でも最後もう1位のモンスター見た時には結構おおあーって納得のね、まあね、そうでしょうね。はい、改めまして3位がラギアクルス、はい、そして2位はネルギガンテ、はい、1位がチンオーガという結果になりました。ラギアクルス強いですね。3位に来たね、吉田さん。すごいね。特にね、最近よく言われるんですよね、ラギって。やっぱ最近あれですもんね、あんま出てないですもんね。出てないっていうその分。そうか。よく言われますね、ラギアは。あと海外の人気も高いですね。そうなんだ。そうなんですか。めちゃくちゃやったな。ということで、今回の総選挙の結果で、トップ3に選ばれたモンスターの書き下ろしのオリジナルイラストをご覧いただきたいと思います。ちょっと見せてよ。何？あら、あら、かっこいい。いいじゃない、これ。あ、これ一瞬どうなってるかわからない。顔になってますね、顔が。
かっこいい。こういうなんかありますよね、心理テストじゃないですか。何に見えるかな。そうそうそう。まあ、色の配分的にはもうちょっと分かれてほしかったですけどね、青系がちょっとね、あ、うん、あ雷人気ですね。いや、そうですね、ビリビリしてる。ギアプロスも書かれるの久々じゃないですか。いや、本当にかっこいい、マジで、ね、うん、嬉しい。これはな、 お約束してたあのトップ3はこういう、うん、特別なやつ作りました。なるほど、うん、すごい。ということで、投票いただいた皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。なお229体全順位の発表は番組の最後に映像を放映しますので、ぜひ最後までご覧ください。あ、全順位出るんですか。はい、出ますよ。あの、はい、どこのモンスターまでが入ってる、全部入ってるんですか。基本は大型ですね、229体、うん、キングチャチャブーとかもいるのかな、うん、それはいない。金茶ちゃんいたんじゃないかな。それもいる。おお、いる。いる。いる。あれ一番強いですからね。ご覧いただきたいと思います。そして地域別の投票結果というのもありますので、そちらもぜひ見てみてください。こんな感じです。ほら。あ、欧州でラギアクロス人気なんですね。そうなんですよ。なんでなんだ。ゴアマガラ。すごい。いやでも北米ゴアマガラですよ。北米ここね、ここ北米ここね。おお、すごい、すぐ出る。ここゴアマガラが分かる。映ってない、映ってない、映ってない。かわいそう。いいですね。いや、いい。おお、はい、ということで、ね、地域によっても全然推しモンスターが違うというところが、ね、まあ、やっぱり、あの、あれですね、海外版出てないやつとあのタイトルとかもあるので、あー、そうか、かもわかんない。ナルガがね、日本は3位ですよね。そうですね、うん、ちょっとそこはあるかもしれないですけど、はい、なるほどですね。すごい。ということでね、あの、全体のランキングの方はまたラストの方で見ていただけるので楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、そしてモンスター総選挙の発表、こちらでは以上になるんですが、うん、なんと第2回モンスター総選挙も決まっています。お、はい、ということで第2回はすぐやるの？こちらも皆さんお好きなんじゃないでしょうか。モンスター総選挙 BGM 編をやりたいと思います。これはなるほど、ありますね、いろいろ、ね、思い入れのあるやつ、うん、いや、名 BGM が、ね、たくさんありますから、こちらも皆さんかなり悩まれるかと思います、うんうん、こちらの詳細は改めて SNS などで発表いたしますので、これはいいんじゃないですか。お楽しみに。ということで以上モンスター総選挙の発表でした。おめでとう、陣王が、陣王が、おめでとう。すごい。こういうモンスターハンター20周年を記念しまして、その歴史やイベントなども振り返っていきたいと思います、はい、辻元プロデューサーとシリーズに携わったディレクター陣とのトークセッションのコーナーもございます。なるほど。のトークセッションは事前収録した映像となります、はいはい、貴重な画像などもあったり見やすく編集されてますのでお楽しみに、はい、見やすく編集されてる。だいたい編集ってそうします。見にくくはしませんよね。そりゃそうだよね、まあ、20周年もね、たつとさまざまなことがあったということで、うん、はいはい、いろいろご紹介をしていきたいんですが、まずは歴史を追ってタイトルをご紹介していきたいと思います、はい、各作品に携わったディレクター陣別に振り返りをしているので年代が前後しているところもあるかとも思いますが、ご了承いただければと思います、うん、はい、さあ、ということでシリーズが発売されて辻元さん20年が立つわけなんですが、うん、率直な感想としてはいかがでしょうか。いや、でも本当にあの初代から関わったスタッフも、まあ、あの途中から関わったスタッフも本当に、まあ、あっという間やったなというのが一番の感想ですね、うん、はいはい、では早速作品別に年代に分けて振り返っていきたいと思います、うん、はい、まずは2004年から2006年初代からドスまでの3作品見ていきましょう。はい、2004年にモンスターハンター、2005年にモンスターハンター G、 そして2006年にはモンスターハンタードスが発売されました。ドス、まあ、この時代のお話はやはり井上さん、井上さんでしょう。いかがでしょうか。やっぱり僕はドスランポス、うん、永久に倒せなかったのが、もう追いかけて逃げて体力回復して戻ってきて、まあ追いかけるんですけど届かないからまた画面の向こう消えてって、また一周するまで待ってみたいな。
ちょっと移動したら回復するんですよ、あいつ。永遠にやってた記憶あります。そうそう、塩だったその時最強でしたね。最強です。いや、当時のこと、あの当時の人は分かってると思います、これ ね、 ね、意味分かってると思います。そうそうって言う、多分言うと思う。、うん、あるあるだ。ぜひハッシュタグ使って皆さん盛り上げお願いします。すごい時代。そう、ではそんな初期の3作品に関して辻元さんと藤岡ディレクターのトークありますので、こちら VTR でご覧ください。はい、まずその初代モンスターハンターが生まれた経緯。経緯、うん、そのネットワークゲームを立ち上げるぞみたいな、コンシューマー家庭用ゲーム機の、うん、オンラインゲームをちょっと作っていきましょうみたいなね、うん、そうそうそう、方向になって、そうで3タイトル立ち上がって、 その時に同時に立ち上がったのはアウトモデレスだってレースゲームと、まあ、バイオハザードアウトブレイクっていう、まあ、バイオハザードを使ったネットワークゲームで、もう一つがモンスターハンターということですね。そうそうそう、うん、まあ、モンスターハンターが、うん、まあ、カプコンで強いアクションゲームで、そうそうそう、ね、オンラインゲーム で藤岡が初代のディレクターでして、そうですね、で僕はその当時はネットワークの方のプランナーで関わってたんですけど、そうですね、そうね、うん、まずモンスターハンターとかモンスター、うん、実は一番初めにできたモンスターってレイヤーなんですよね。あ、リオリエですよね。そうそうそう、まあ、一番最初に上がった後がレイヤーだった、うん、緑色のああい う、 こう毒性を持った飛竜みたいなものをまずデザイナーがデザインしたっていう、 それ以上でもそれ以下でもないかなと思ってて、だからあの初代のロゴの上にいるのはレイヤーなんですよね。そうそうそう、だからあの実はレースと思ってる方も多いかもわかんないですけど、そうなのね。だからその前前身もあったよね、うんうん、モンスターハンターになる前、うん、ああありましたね、ファンタジーを作ろうって言ってた頃は、うん、本当に普通のドラゴンデザインしてたし、うん、もっと本当に王道なスタイル、うんうん、魔法使いもまだいたし、うんうんうん、王道なすごいスタイルだったんだけど、なんか自分たちのオリジナル、うん、なんだろうねっていう時にもうそういう魔法使いとかじゃなくて、で王道なドラゴンじゃなくて、もっと自分たちなりのこのデザインされた生き物をちゃんと作ろうってなって、リオレイヤーデザインしてくれたんかな、うんうんうん、あのアイルもデザインデザインアイルね全然違いますもんね。全然元々デザイナーがやってたのはあのチャチャブみたいな、ちょっとゴブリンみたいなやつですよね。そうそうそう、すごいこうバキバキのもんゴブリンでさ怖いわあれ本当、ちょっとしたことですけど本当よかった、ちょっとしたことだけど本当よかった、あれもやったらもうバキバキのもんな怖みたいなやつ、ね、うん、いやマスコットやったからマスコットじゃないマスコット誰が今はもう全14武器種になってますけど、うん、当時はもう6種もともとが、まあ、でっかいモンスター倒すんだから、うん、ハンター、まあ、プレイヤーの武器もでっかい方がいいでしょみたいな、うんうん、ところから体験とヘビーボーガン、うん、クセ強の2つから始めてたから、うん、そうですね、初め体験したもんね、ずっとね、体験でその後増えていったのもハンマーとかランス、うんうん、思いばかりって、ね、これいるやろって言ってさすがにいるやろ、ザクザクいけないやつばっかりでね、そうそうで、なんて片手剣とライドボーガー増やして、まあ、それでなんかキャラクター性が一通り揃ったんよね、うんうん、だからもう、まあ、まずは最初の6武器をちゃんと作り上げようっつって、まずはそこからかな、一個一個の武器がもう全然仕様が違うから癖が強すぎる。特に当時はボタンじゃなかったですからね、スティックでしたからね、スティックで攻撃してたからな、東京ゲームショーとかでこうアテンドするじゃん、なんかまあプレイヤーの遊び来る子触ろうとするやん、大体みんな普通はこうボタンに手やるやん、すぐにピッて、そうだね、ボタンじゃないんですよこれはレバーなんです、こっちなんですよ、ね、まずそこから持ち替えさせるみたいなね、今のモンスターハンター あのプレイヤーの方もそうなんですけど、うん、やっぱあの時からやっぱりその助け合いであったりとか、 その情報共有であったりとか、うん、すごくなんでしょう、まあ、あの時でそういう言葉あんまりないかもしれないですけど、うん、結構コミュニティみたいながね、そう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 、できてたんですよね、やっぱりなんか自然発生してたしね、その助け合うとかね、うんうんうん、昔はもう入ったらこう大チャットっていう、大チャット、みんながチャットの中にダーッと100人ぐらいがなだれ込んできて、でラオシャンロン張ってますみたいな、ああそうそうそう、録画ブワーってずっと流れてて、でそれに群がっていくその人たちがいる、
いざ入ったらラオ何したらいいのみたいな、ね、全然分かんない教えてくださいみたいな尻尾に引かれてやられてしまいますみたいな何してたらいいんでしょうかって。そうですね、そうそう、まあ、ドスからやっぱりコリューがやっぱりスポット当たってきてるので、そうね、そうそうそう、まあ、それもなんか今の雛形になったかなというか、うん、その大型モンスターとしてのモンスターたちっていうのが基本的にはこの世界に屋台骨なんだけど、うん、そのワンクラス上のやつらがいるっていう、そのなんていうかな、ファンタジックな部分っていうのをコリューっていうやつらが持ってて、だからそいつらが出てきたらもう受け入れるしかないみたいな存在だから、うんうんうん、そういう存在をなんか作れたっていうのは、うんうん、なんかモンスターハンターのゲームのデザインしていくとか世界観作っていく上ではなんかすごい、あの当時ああいう仕掛けをしといてよかったかなっていう。そうですね、うんうん、本当になんか特別な存在でしたからね。そう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 、ロスの時も特に、うん、そうそう、でラージャンとかもそうだし、ね、そのどこでも出てくるすんげえ荒らしてくるやつみたいな、うんうんうん、急に出てくるやべえやつっていうのはなんか作りたいな、うんうんうん、ラージャンは今でも大活躍ですからね、うん、大活躍、大活躍ですからね。で、あの大闘技大会っていうのもありましたね。ありましたね。あったやろ、捕獲したモンスターを自分のパートナーとして、そうそう、で出て、ね、でこの戦えるんですよね、うん、対戦できるっていう大闘技大会っていうモードがあったんやけど、ね、ラージャンもゲットできるよね、うんうん、でラージャンがゲットできたらもうほぼ一択でラージャンが強いっていう世界やったんやけどモンスターもこう餌与えていくと強化できるんだけど、はい、そのラージャンの、強化する素材がキリンの角やって、はいはいはい、でそう設定できるもんね。そうそうそう、で今となってもそれが設定としてはこう、うん、キリンの角を食うっていう設定がラージャンに残ったっていうのは、うん、そこのそっからっていうのがあるそこって思うけど、なんかそっからもうキリンの角を食う、もう最近ではデモで出てきますからね。あー、興味深い話ばっかり、うん、意外と知らないことが多いなっていうところで、まずあの初代のロゴとかも、うん、レイヤーの方なんだ、全然知らない、そうなんですよ、これだ、これ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 、よく見たらレイヤーです、もう明らかに、顎のところがすげーあるんですよね。そうだ、なるほど、はぁ、そうだったのねって感じ。さっきの闘技大会とか、闘技大会でしたっけ、ね、あれはね、あれは確かにあんまりプレイされた方いるんかな、そんなに多くないかもわかんないですけど、僕もやってないですからね。あら、またドスっていうタイトル、うんうん、まあ、これですね、ここ、これ、これ、うん、これだ、こんな時間、これ貴重ですよ、ね、これ収録されてて、これコレクターズパックみたいなやつ、これいいですね、でかい、これ後ろにフィギュアとか、これのが入ってた、わあ、そう、すごい、これ肉焼きのやつとか、はい、音鳴るやつですよね、確か、メカニカイバー特性がすごいですね、すごい、これめっちゃ貴重ですね、今、ね、これ平井さんとかね、どうだったんですかね、プレイされてたような気が、ね、持ってたよ、これするような、平井さん早く、平井さんいないからね、早くまだいないですよね、懐かしいですよね、めちゃめちゃ自給自足のゲームでしたもんね、そうそうそう不便でしたね、開局最初作れないですもんね、なんか太陽層かなんか確か集めて、あ、そうそうそう、そうですね、調合して作るんですよね、だって今でこそ皆さんもう最近肉焼かないと思いますけど、もう絶対焼かなあかんから、ね、そうですか、なるほど、はい、アイルームあれ、あ、ゴブリン見たのじゃん、ね、よかったですね、いや、本当よかった、本当よかったです、アイルー村とかできてなかったですね、ゴブリン村みたいなポカポカ、うん、ポカポカしない、そうです、懐かしいです ね、 ね、すごい、やっぱりドスが結構いろんな要素を、追加したタイトルなので、うん、まあ、武器士もここで一気に増えてたりとか、そうですね、はい、タチとかコリューもそうですね、そうです、はい、では続いていきたいと思います。続いてはちょっと時代が進みました。2005年から2010年まで振り返っていきたいと思います。このあたりの作品から始めたっていう方も多いでしょうね。いらっしゃるんじゃないですかね。結構ここ多いかなと思います。はい、2005年にモンスターハンターポータブル、2007年にモンスターハンターポータブルセカンド、2008年にはモンスターハンターポータブルセカンド G、そして2010年にモンスターハンターポータブルサードが発売されました。はい、かなり熱いと思います。うん、はい、でいタッチのお二人と吉生くんが、はい、モンスターハンターポータブルセカンドが一番最初のモンハン、はい、そうですね、はい、そして綾菜さんがモンスターハンターポータブルセカンド G が最初だったというふうにお聞きしていますけども、はい、
結構前になりますけど、そうですね、覚えてますか？いやもうすごかったっすよ、うん、ポータブルセカンドもほぼ全芸人がやってたんです。大部屋なんてみんなやってますから、ね、みんなでバッと持ってた、はい、で僕らなんて2人誘えば2人来るから人生で一番引っ張りだこだみんなから誘われてまた来てくれ来てくれセットだもんね、一気に2人植えるからか。吉永、はい、さんはいかがですか？そうですね、僕も幼少期からずっといろんなゲームやってきたんですけど、これほどハマったゲームはないってぐらいビビって電流走っちゃって、うんうん、で僕セカンドやって、うん、セカンド地が出るまでにもう初代のモンスターハンター、モンスターハンターシー、ドス、モンスターハンターポータブルで一気に全部遊んじゃったんですよ、楽しすぎて。それぐらい当時ハマりました。何歳当時？当時11歳だ。11歳、もうゴリゴリの小学生でした。何とするか、金持ちだった。金持ちで、金持ちだもん。そんなことないと思うんですけど、ここまで戻るのはなかなかですね。少年で戻るのはね、なかなか。そのぐらい楽しかったんですね。確かに。そしてセカンド G から始めた綾菜さんはいかがでしたか、はい、当時。当時って一緒にいないとオンラインできなかったじゃないですか、うん、だから漫画喫茶行って買ってて、うん、でまあ、初めてのハンターなのにポポノタン3つ集めてこいって言うから、タンなら楽勝だよって言ったらティガレックス出てきてトラウマ植え付けられて、今でも苦手ですからね、ティガレックス。怖かったよ、怖かったですよ、タン3つどこ行ったって。まあ、よく僕らでは顔見せクエストって言ってて、顔見せ、はい、メインモンスターが結構序盤のクエストに顔を見せるためにいて、それを言っちゃうとダメでやられますって言ったら、恐怖でしたもんね。あ、うん、ではこちらの4作品に関しても辻元さんと一ノ瀬ディレクターのトーク映像がございますのでご覧ください。まず携帯基板、はい、これをまあ作ることになったきっかけって多分みんな知りたいと思うけど、はい、僕との方もタイトルがちょうど、バイオハザードアウトブレイクってタイトルが、終わった後にちょうどその当時のプロデューサーの方から、携帯機のゲーム PSP が、うん、出ていて、でそちらの方で、開発をしないかって話を、いただいたのが最初のきっかけになりますね。DOS との連動っていうのもあって、はい、実はヤンガルグ、ガルルガってそこで生まれたモンスターね。ヤンガルルガ行き来するモンスターみたいな扱いで、はい、生まれたのがガルルガなんですよね、本当はね。そうですね、何かしらこうDOSと、ポータブルの方でこう世界観を共有しながらちょっと何かゲームみたいなのを作れないかっていうので、うん、そういったちょっと新規のモンスターを作ってちょっと確かに試みたのは大きなちょっと挑戦でしたね、あれも。でここで今となっては大人気のモンスターのティガレックスが生まれると。最初、まあ、メインモンスターを新規で何かしら作ろうって話になったんですけども、うん、モンスターの無印とかに作った設定資料とかめちゃくちゃあるんですけど、ワイバーンレックスって言われる、うん、こう飛竜の原種みたいな、まあ、昔似た生き物みたいなそういうふうな設定のやつがあって、でまあ、そこらとかは使えそうかってので、うんうん、まあ、恐竜とかもやっぱ TX とかそういったのもやっぱり人気の生き物だったりとかする、うんうんうん、そこらと比喩、まあ、モンスターをかけを作ることでインパクトの強いものができないかなっていうので、考えたものにはなりますね。あれだっけ、僕がガウシカにボコられたんて。あ、そうです、セカンドの時だっけ。セカンドの時です、ね。なんか一ノ瀬に呼ばれてテストプレイやってほしいって言われて、超強いガウシカでねテストプレイやっててボッコボコにされて、どっかまでも追いかけてくるガウシカで、最後も丘の上から俺弓打ってたもんそれ見てガウシカ調整しようかなっていや分かったじゃあちょっとまずいかな、どうかけても分かんておかげさまで。セカンド G が今までの、モンスターハンタータイトルの中で一番開発期間がやっぱ短くて、そうですね、で初めにコンセプト企画書って作るやん、はいはいはい、あれのバージョン 1.0 っていうのがあって、はいはい、でそれが、2007年の4月の25日やった。実際作り出したのそのもうちょっと後やんだよね。はい、そうですね。っていうと1年やっぱかかってなくて、いや、お金かかってなかったですね。実質あれ10ヶ月かかってないかな、それぐらいではやってるような気がします ね、 ね、ナルガとかもなんかもう即なんか用意したような気は。そうやね、もう検証なんかできへんかったもんね。ですね、なんかもう早い木が作ろうって早い木が早い木が
ちょっとね、変化球的なモンスターにしようっていう、うん、ダークヒーローじゃないですけど、うん、ちょっと、うん、外したような形のかっこいいやつをちょっとしてみようかっていうので、うんうん、なんかあの形にはなりましたね、うん、オープニング あのナルガがね、まだ本モデルじゃなかったからシルエットだけ見せてごまかせるようにしたね、最後目だけ引かせシュッてってね、いい感じに、いい感じに盛り上げるために新システムというか、オトモアイルを入れるというね、うん、あアイルとかをちょっと動かしてみよう、うん、できるかなみたいな話をした時になんかちょっと動かせましたみたいな感じで、うんうんうん、これはいけるって話で案外いけるかもって言われ次にちゃんがディレクターとしてかかってたのが P サードと、はい、今回20周年であの企画でやった、モンスターの人気投票、はいはい、1位になったジンオーガが、うん、ジンオーガさんすごいですね、生まれてるというところやね、うん、ジンオーガの開発もやっぱり時間めちゃくちゃめっちゃかかった ね、 ね正直今まで僕がやった中で一番苦労したんじゃないかなと思いますね。何ヶ月かかった、もうこれもう立ち上げから最後までの2年丸々使ってると思うぐらい、うん、どういったアクションをちょっと遊びのサイクルに持ってくるかとかなかなか決まんなくて、で叩きつけるみたいなところからちょっと遊びを軸にいろいろと来航中のサイクルですかっていうのをちょっと作っていったって感じはありますね。デザインとかもだいぶ、最初の段階二足歩行で立ってましたからね当初はそういう風なネタとかもありましたね初めて、うん、結構和のテーマが入ってくるという、はい、そこでだからまあ温泉とかもやっぱりここで初めてまあ登場、うん、モンスターハンターとか結構衣食住っていうか生活をベースにした、うん、テーマのゲーム、何か生活感を感じるもの何かないかなって話をちょっとその当時とかの企画のメインの方と一緒にちょっと話してて、洗濯かお風呂ぐらいかみたいな話になって風呂はなんか気持ちよさそうやし、なんか温泉とか、まあ、日本人の感覚でいうとやっぱりこう気持ちよくてリフレッシュする感があるんで、なんかそこら辺のところちょっとモチーフにやりたいねって話してて、もう風呂しかないっていうか温泉しかないっていうので、ちょっとこう食事に変わるシステムっていうのでちょっと入れた感じではありますね。はい、ということでモンスターの総選挙でも1位だった今ジンヨーガが出てきた作品にもなりますけれども、うんうん、立ち上げから完成までが2年ほどかかっていたとか、うん、二足歩行になりそうだったとか、まさかの、いろいろ秘話が出てきたりしましたけれども、いや確かに二足歩行だと頭は狙えないですもんね、うん、そうですね、確かに4足でよかったです2年かかりましたけどね。2年、すごい。なんでセカンド G 1年かかんなかったんですか。かかりました、うん、セカンド G が全然、うん、そうなんですよ、うん、でだからセカンドのが2月22日に発売してるんですけど、うん、でその時のゴールデンウィークかなぐらいにからフェスタを始めてるんですけど、うん、でも実はそこから、裏ではあのセカンド G と作り始めてた、その時に、そうなんですよ、めっちゃ大変でしたね、はいはい、このポータブルが発売されてた頃からいろんなイベントなども開催されてるんですね。そこからあの、はい、フェスタですね、はい、フェスタの07と、これ1回目がですね、うん、あれで福岡のファッションビルっていうところが一番初めにやって、うん、僕らも初めてやるんで、どうやってやるか、いやそんな大きくなるんですけど、めちゃめちゃ人来てくれた記憶がありますね。2007年の4月が最初のフェスタ、その福岡ですね。当時なんかご当地のキーホルダーとかなんかお渡ししたりしてましたよね。そうそう、ありましたね、ありましたね、あれを各地集めてる方がいたりとか、そうそう、で、であの PSP の時は結構いろいろオリジナルのやつとかも出させてもらって、これがすごい、ちょっと待って、ちょっと色が分厚いったらあれやしない、分厚いですよね、分厚い確かになんか小さく見える、うん、これあのセカンドの時に、ソフトと一緒に同行させてもらったやつで、うん、これがちょうど新色出るタイミングで、そうこの色がね、そうです、そのタイミングで合わさせてもらって出させてもらったりとか、一緒に変えるって、はい、あとこれも
結構オリジナルの、まあ、結構色出すときに結構見本とかもあって、はい、どれしますかみたいな。そうそうそう、これサードですね。すごい裏のこれも、わあかっこいい、懐かしい、持ってたこれ。あと最終はこれですよ。これがサードですね。これサードです。これがサード、はい、ジオンで持ってましたよ。これなんとですね、これ完全オリジナルのPSP なんですよ。あのここら辺とか色とかちょっとペイントが入ってるやつなんですけど、これも完全オリジナルで作らせてもらって、で何が違うかって言ったら、ハンターの皆さんの要望を結構反映しようって言って、ちょっと僕も結構意見出させてもらって、まずここ、はい、そうですね、スティックをちょっとくぼみ入れてもらって、やりやすくなってるやつね。はいはいはい。でこれとは違うんですけど、思い出した、大容量バッテリーが入るようになってます。長持ちですね。そうそう、膨らんでる、ね、膨らんでる。で懐かしい、バッテリーがこっち側片一本しか入らないので、はい、重さのバランスも考えてやってもらったりとか、両方、あとようこんなんやってくれたなと思うんですけど、ここを見てください。これスピーカーのところなんですけど、そうそう、ね、肉球になってる。うわー、アイルの肉球、本当だ、ちっちゃい。これはこんな感じなんですけど、うーわー、こだわりの、いいですね、ポイントがすごい、や持ってた、難しいですね。あでも今ちょうど X のポスト、PSP を買うきっかけモンハンだったので、これちょっと多いんじゃないですかね。多いでしょうか、ね、今見ると結構ちっちゃいですね、 PSP、 ね、ちっちゃいですね、これでやってたんですね。出た、もう今できないですわ確かに、ね、もう確かに老眼で時の流れが残酷見えないもん、辛いな、ね、でもこう見ると自宅にある当時の、ね、ご自身のものもちょっと出してみたいなと思ったりする方も多いかなと思います、ね、うん、はい、そんな井上さん、2008年のモンスターハンターポータブルセカンド G から発売日イベントに参加されてますが、いかがですか。いやいや、もうこっからですね、私の歩みというか、始まりが、井上というのが出来上がったのか、産声上げたのが多分ここからじゃないですか。なるほど、CM に出ていただいて、あ、まあ、そうか、そうか、イベントももう根こそぎ呼んでいただいて、で当時あのプレイ時間をとか出したりとかする CM だった、はい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 、井上さんのプレイ時間がズバ抜けてて、覚えてます、毎回それを出してて、でそれずっと出してる CM が何回か続いたんですけど、はいはいはい、あの逆にあんなにやらなあかんのかって思われるようになってきて確かに逆になんであの出なくなったんですやるかここにまで行くのにそんだけ時間かけなあかんなって、ね、思う人もいるので、井上さんを超える人ってなかなかいなそうですね、はい、ですね、いやめちゃくちゃやりましたよ、もう、そんな、ね、作品がたくさん出てる中で、あのイベントとかにも今井上さんもおっしゃっていただきましたけど、はいはい、たくさんいらしていただいておりまして、まあ、サードだったら我がテーマということで、さっき温泉の話も出てましたが、渋温泉とコラボをしたりとか、ね、ってました、出ましたね、結構行ってらっしゃる方もハンターさんは多かったかなと思いますけど、電車とかもそうですね、ラッピングしたね、特別仕様でやっていて、コンビニがやたら遠かったんですよねそうなんですか、トシトシトシ、コンビニがいいとこなんですけど、コンビニが遠いです、めちゃくちゃいいとこだからすごい雰囲気やね、今とちょっとどうかわかんないですけどこのまま家帰った方が近いんちゃうかなどこに住んでるんですかぐらいちょっと感じて思い出、ね、もう本当イベント振り返るとフェス海外にも、ね、沖縄のバスツアー、沖縄もバスツアーだね、バス、沖縄バスで行けないです、行けないんだけど、そうそうそう、沖縄ツアーとかもありましたね、発行集っていうのがあった、いや本当いっぱいあったななんて振り返ったりしております、発行集もありましたね、ね、そういろんなイベント、懐かしい、井上さんなんてあの毎回この後結構発売日イベント来てくれて、でそこからゲームをスタートするんですけど、途中からいろんなねルールが決まってきてね、そうですね、縛り的な、縛り的な武器抽選会とかやってましたね、このシリーズはこの武器をずっとやるんだっていう抽選会、そうそう、抽選会みんな集まってでなんか携帯機なんで、はい、発売したらみんなね歩いてこところで集まるんですよね、うん、そうそうそう、何人か本当に20人ぐらいいたんじゃないですか、40人ぐらい、あ、そうなりましたっけ、はい、でさらにそこに縛りがあって、みんなあのソロでクリア、エンディング行くまではマルチできなかったんですよね、そうそうです、それてか発売して40人集まってみんなソロでやってる集まってる、いるのに図書館ぐらい静かです、本当にシーンとして個人でめちゃくちゃやってる、 CM も懐かしいですけどね、ね、懐かしいですね、僕はやっぱりあのセカンド G のみんな
あの筋肉君と川島と西田と僕で楽屋でただただやるっていう CM だったんですよ。ね、あれがみんな筋肉君さんにめっちゃ適当なこと教えるんですよ。筋肉君が初心者で何も知らないから教えるんですよ。カバン洗ったかとか、その魚生もの入れたら洗わなあかんねんで。そこで洗うんですか。そこの川で洗ってこいやって。でひっくり返したかとかとかっていうのを3時間ぐらいずっとやってやってるのをキュッとしたのが CM なんですよ。ずっと回しててそれでやめたんじゃないですか。ね、CM も総集編みたいなね、今までの動画、ね、歴代の見たら見たいな、楽しそうですけどね。めちゃくちゃ面白かったな、あれ、はい、さあでは次の時代に参りたいと思います。それでは2009年から2014年までを振り返ろうと思います。はい、2009年にモンスターハンタートライ、2011年にモンスターハンタートライ G、 2013年にはモンスターハンター4、そして2014年にモンスターハンター 4G が発売されました。はい、ではこちらもまずは4作品の藤岡ディレクターとのトークご覧ください。水中はちょっとこれ無印の時にさ、なんかその一番最初の盛岡のステージで、はいはいはい、キャンプから出るとアプトンスがいて、はいはいはい、で川を横断してアプトンスがこう逃げて、あいつらだけ逃げていけるみたいな、そうそうそう。でうわもうここ入らせろみたいな、うん、この欲求が強かったよね、うん、そうですね。で欲求は大事にしたいよねっていうのと、うん、まあ、チャレンジは1個や何かやりたいっていうのがあって、うん、まあ、モンスターとこう立体的な関わりができるんだったらすごいいいんじゃないかなっていうので、うん、水中っていうのとメインのモンスターを据えようっていうので、まあ、そこはワンセットでも、うん、面白くならない限り水中はフィックスしちゃダメぐらいで勢いでやってたから、ああ そう、ね、ああそう、外せるぐらいの覚悟でね、くらいの覚悟でもう最悪埋め立てるっていう、うんうん、ラギアクルスチームみたいなのができたの、うん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 、もう絶対おもろするっつってまあ割り切りどころもこっちは提案してたけど、いや絶対もうこのチームレスにやれるのが絶対楽しいし、それを実現させたい、したいですっつって、うんうんうん、すごい意気込みで作ってくれて、360度、ね、いろんな角度で関われるけど、うん、アクセスしやすい感じと、うんうん、なんかそのやり取りがモンハンライクっていう、うんうん、ゲームデザインになったから、うん、すごいおもれえなこれってなって、うんうん、でもう実装しよう、水中ちゃんとやろうっていうでですね、うん、まあ、トライ作って、うん、で、まあ、正直僕らその後 MH4 モンスターハンター4そう、ね、作ってたんですけど、作ってたちょっとモンスターハンター4がちょっと思ったより時間かかると、じゃあ間にちょっとなんか欲しいよねっていう話になって、じゃあトライを移植してくるのはどうだって初めに話だったんですよね。でも移植だけやったらあれやから、せめて水中やからガノトトス足そうみたいなこうやってたら、なんか GQ も入ってるしモンスターめっちゃ入ってるしこれやばないって言って、タンジアっていう新しい拠点まで出てきて、そらそら移植じゃないでしょうみたいな、移植じゃないやろ。発表の1ヶ月ぐらい前ですかね、うん、これ G つけようって話になって、トライ G にしたいって言い出して、そっから変わったんですよね名前が。地形周りでちょっとチャレンジしてたっていう、ジャンプ攻撃作りたいとか、高低差ね、そうそうそう、トライのそのちょっと水中の高低差での遊びみたいなのがやっぱどうしてもこういいなっていうのもあって、それをもう少しこう陸に持ってこれないかっていうのもあって、当時のゲームアクションゲームのスタンダードがもう高低差ありきのレベルデザインにもなってきてたから、まあモンスターハンターっていうゲームが今後も戦っていくためには高低差のあるフィールドに自分たちものちゃんとやらなな、やかんやろっていうので始めたっていうのもあったから、うん、やっぱりでもここで高低差入ったのはすごくやっぱ大きかったですね、うん、そうね、できるっていうのが ね、それが上からのアプローチとか下から上を取られた時どうしようとか、うん、いろんな思考がこのフィールドの地形に対しても考えれるようになったっていうのは、うんうん、やっぱモンスターが対応する、うんうん、プレイヤーが対応するっていうのが大きいから、うん、まあ、それができるようになったのは良かったかな。方で言うとまあ、ゲームスタートした後にこう、ね、ドラマチックなところから始まるみたいなね。そうそうそう、4はとにかくそのいろんな要素を分かりやすくしようっていうか、うんうんうん、キャッチーにしようっていうので、ね、もうちょっと開放感のある
テーマにしようって冒険っていうのすごい分かりやすいキーワードを一個入れようって言って冒険って拠点を転々としながら、まあ、お話が進んでいくっていうのは一個やりたいねって、だからそこにキャラクターもすごく必要だし描かないといけないその物語もやっぱりしっかり描かないとこう展開作れないからだからそこは一番方で取り組んだところかな、ここで、現状の全14武器種が揃うんですね、全部のね総中コンとチャージアックスが追加されると、そういうジャンプに結構フォーカスしたゲーム性だったから、そういうのをユニークなその性能として持っている武器があってもいいんちゃうかっていうのと、これも無印の頃のイラストなんやけど、なんかこう鷹匠みたいな鷹を操る職業みたいなイラストがあって、なんかおもろいことできんかっつって、まあ虫を操るそのコン、総中コン、チャージアックスの時はもう分かりやすい武器作ろうぜみたいな、まあ、あのスラッシュアックスとこのちょっと対になるような、もう分かりやすい武器作ろうっつって、まあ、合体変形が、まあ、結構コンセプトにある武器で、ゴアマガラが今回のモンスター総選人気投票、でやっぱり北米だったら、なんかやっぱりね人気あるんですね、特にゴアマガラってテーマ的にダークヒーローみたいなのがあったじゃないですか、それで結構海外で受けた、受けてて嬉しいですね、そうね、海外だと 4G かな、とか、まあ、展開した時も海外のコミュニティを感じるようになってたから、トライから取り組み始めて、で 4G とかでも結構やってですよね、だからいろんなとこでちっちゃなこのイベントやってるのもちょっと顔を出させてもらったりとか、まあ大きなコミュニティとちょっとコミュニケーションを取る場を作ってくれたりとか、まあその頃からすごい感じてたけどな、ということで、モンスターハンタートライでは水中戦が実装されて、その後のモンスターハンターシリーズにも大きな影響を与えました、そしてモンスターハンター4では現状の全14種武器種が揃いまして、この4からですね、ノリ状態というのが実装されています、そうですね、ノリ状態、各タイトル、まあ、いろんな新しい要素が追加されていって、まあ、今のシステムとかに反映されたりとかするんですけど、まあ、あのこの中です、まあ、トライ G っていうのがさっき言った通り本当に移植で作ってるつもりだったの で、タイトル名がトライ G ではなくて、あの 3D ワールドみたいな、もうサータ 3D ワールドみたいなタイトル名だったんですけど、もうそれもちょっとやっぱりこれも G のレベルなんで変えようって言って G に変えて、でもそこからあれですね、ブラキーが入ってきたり、爆破属性が入ってきたりとか、あとターゲットカメラも他なんですよ、そうですね、あと方で間取りが入ってきたり高低差入ってきたりとか、方はすごかったな、感動がすごかったですね、登らなくていいっていうね、ボタンを押して、あれでかかったな感動、そうですね、さ余談にはなるんですけれども、ゴージャスさんが仕事がなくて暇でモンスターハンターばっかりやっていた時に、モンハンピア感謝祭に呼ばれたのもこの頃だったみたいです、思い出深い記憶にある、ちょうどね、ちょうどあのお笑いの仕事もねなくなってきてイベント呼ばれて、俺が出て誰が喜ぶんだと思ったから、ちょっと体験作っていこうと思って体験作っていって、呼び込みがあった時に、ゴージャスさんにどうぞって言ったら、まず切っ先から来るから、うわーってなるんですよ、もう、で次に白塗りのやつが来るから、うわーって、2段階のうわーってなって、すごい盛り上がってみんな受け入れてくれた時、その時にそのイベントであのモンハンあるあるみたいなあって、ちょっと大賞を受賞したんですよ、そうなんですよ、あのモンハンで当時って他人のハンターランクが周りにいる人が分かるじゃないですか、だからその時はファストフードとか行って4人でやってたら、中学生グループみたいなやつがいて、な中学生かよってハンターランクどれくらいかなって見たら、すごい300ぐらいだったんですよ、うちらもう100ぐらいだったのに、これどうしようもないなと思って何にも言わずにやってたんだけど、トイレがあっち側にあって、そこを通過するときにちょっとだけ会釈するっていうので、モンハンあるある大賞。嘘だ。本当
聞いたことない。これめちゃくちゃ受けたんですよ。本当上田さんめちゃ受けて、嘘だで井上さんもだから君すごい会釈すごいしたんだねみたいに言って僕が聞いたからっていうのはあるないですか。確かにガラパゴス携帯くらい会釈しますよね。刺しましたよね。そうなんです覚えてます。あれですよ、だからそこがセットだと思うんですよ。だから言ってメダルあるんですよ。メダル確かにあるような気する。え確かに確かに。あの当時は両さんハマってたから俺も今ハマってる。今離れたの。ちょっと待って、うん、ありましたね。いいあれでもちょっとニュースになりましたもんね。そうなんですよ。なんかゴーちゃんがヤフーニュースヤフーニュースになったんですよね。そう、もう仕事なさすぎて、そう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 、家でずっと言ったらもう外出てる気分になっちゃってなんか。そうなんやね。見ました。ゴーちゃんがどんどんあの体験は今あれはあのイベント中に絵が折れてしまって多分壊れたよね。ピエール滝さんかな多分持ってたら折れちゃったっつって、そうっすかっつって壊れたのしてね、もうなくなっちゃってまた作りたいですよね、はい、ということで懐かしいですね。ゴージャスさんの余談でした。はい、ありがとうございます。今なお続いてるイベントもこの頃から開催されております。2009年にはモンスターハンターオーケストラコンサート、2011年からはユニバーサルスタジオジャパンさんとのコラボレーションイベントも始まっております。10年以上前から始まってたんですね。長いですね。長い、はい、今でも開催されてますからね、はいはい。そして2011年から始まったユニバーサルスタジオジャパンさんとのコラボイベントなんですが、うん、モンスターハンターシリーズ20周年を記念してモンスターハンター USJ 祭が現在開催中です。これは行きたい。ということでそちらの様子をモンハン部マネージャーの三田寺梨沙さん、そして石飛エリカさんに体験してきてもらったのでぜひご覧ください。どうぞ。ユニバーサルクールジャパン2024開幕。どうも皆さんこんにちは、モンハン部マネージャーの三田寺梨沙です。ただいまユニバーサルスタジオジャパンではモンスターハンター USJ 祭が開催中。最新の VR 機器を使った XR ウォークが復活。さらに今回はセリエナの食事場でモンハン飯が体験できるらしいぞ。早速行ってみよう。どうも皆さんこんにちは、モンハン部マネージャーの三田寺梨沙と石飛エリカです。本日はユニバに到着しました。ユニバの中のユニバーサルクールジャパン2024ということでモンハンのスペースがあるという、さあやってまいりましたモンスターハンター XR ウォーク。入り口にはウルグに乗ったアイルーちゃんがお出迎え。まずはクエストに備え装備を整えます。新米ハンターエリリンも準備中。しっかり頼むぞエリリン。前線拠点セリエナの司令室に招かれた私たち、するとここで緊急クエストが。さあここからは最新の VR 機器を装備し本格的に渡りのいてちを探索しに行きます。まさかあのモンスターに出会うことになるとは。この武器はイベルカードだ。みんな武器の使い方を教えるから私の指示に従って。よし、頭の横で武器を構えて溜め攻撃よ。持ってもらったらこのまま前の方までどうぞ。ありがとうございます。XR ウォーク体験してきました。どうだった？いやモンスターってこんなの大きかったっけと思って、いつもやっぱ画面越しに見てるからそうだ、ね、ハンターの気持ちになってったらでかすぎて怖すぎて最初、逃げたくなっちゃいました。すごいさ、全部がリアルでさ、寒かったとこね、リアルに寒くなりましたよね。なんかもうこうやって隙間あるとことかちょっと怖くて怖くてこんなのですよね。USJ 祭ではモンハングッズも豊富に取り揃えられています。アイルーのモフモフクッション、かっこいい T シャツも辻ピー似合ってる。お揃いでアイルーカチューシャなんかしちゃったりして、このパスケースもめちゃくちゃかっこいい。モンスターハンター20周年記念レストランが登場。
モンスターハンターワールドアイスボーンに登場するアステラ・セリエナ両拠点の料理長がモンハン飯でおもてなし。早速私たちも注文。モンスターハンター USJ 祭ひと狩り行こうぜプレート。ビーフやポーク、お肉が豪快に並んだ一皿。オリジナルコースターもついてくる。アステラ料理長のワイルドプレート、このジューシーなチキンがなんとも魅力的。セリエナ料理長の癒しプレート、ハンターたちの体を温める煮込みメニュー、こちらおすすめの体力回復ドリンク。ご飯到着しました。到着しました。乾杯。乾杯。アップルソーダ。おいしい。うまっ。何が出るかな。じゃん。お、ネルギガンテ。私の大好きなネルギガンテが出ました。あ、ジンオが。お、じゃん。かっこいい。肉団子。 A はこれです。これ何、牛かな。何の肉だ。はい、ということで今回ご飯も含めてなんと AR ができるらしいんですよ。でご飯もできるんですけど、今回はこのイベルカーナのデザートで AR チャレンジしてみたいと思います。まずこのテーブルについてる QR を読み込んで、はい、でサイトに飛びますと、はい、飛びます。で飛んだら自分が注文したメニューを選びます。で、まあ、デザートでやるんで、このデザートで、はい、で音も鳴るらしいんでマナーモードを解除してもらいます。でこのプレートを合わせると、なんとじゃーん。おー、来た来た来た。イベルカーナ来た。かわいい。ミニミニサイズのイベルカーナが。ぜひいろんなご飯とデザートで皆さん、はい、AR も楽しんでください。でここがね、ラメみたいな感じで可愛い。ちゃんとチョコもあります。あります。いただきます。うん、うん、うん、ゼリーだけなんかムースっぽくないですか、うん、ね、おいしい。おいしい。というわけでいかがだったでしょうか。アイスボーンの世界を体験できる USJ 祭は2024年6月30日まで。ハンターたちを超衝撃超リアルあの世界の真っ只中へ。はい、ということで、はい、USJ 祭開催です。食べたい。ね、やっぱさすがモンハン、肉がうまそう。ねえ、ボリュームあった。ねえ、そうですよね。さあ、そしてアトラクションの方もなんですけど、シリーズ発売20周年を記念して、モンスターハンターワールドアイスボーン XR ウォークが復活しています。パークの XR テクノロジーで実現した360度広がるフィールドで強力なモンスターとの狩りに挑む、まさにゲームの世界さながらのマジ狩りワールドでの超興奮体験、うん、全身でお楽しみいただきたいと思います。リアルでしたね。これはでも本当に体験してほしいですね。結構うちの開発も結構一緒に作らせていただいたぐらい気合を入れて作ってたやつなので、本当にここでしか結構体験できないぐらいクオリティも味わえますんで、すごい、はい。まあ、平井さんとかもよかったら行ってもらえたら。平井さん、ガゼンユニバーサルスタジオジャパンに行きたくてずっと思ってるんですよ。いやいや、平井さん、やっと行けるって言って。いや、そう、つながる。平井さんだ。本物だ。ちょっと平井さん、やってるなら言ってくださいよ。ちょっと待ってくれた。はい、そういうことで、忙しい中駆けつけてくれました、アメリカザリガニ平井さんです。ザリガニ、ザリガニ。よろしくお願いします。
中に行こうぜ。いやいやいや、ケーキも美味しそうでしたよね。でも平井さんとも USJ 行きましたよね。行きましたね、うん、おじさんだらけでね。それがまた楽しいんですよ。おじさんだから。今回レストランもあるんで、あの、はい、まあ、まあ食事は当然美味しくて、うん、ボリュームも結構あるんですけど、AR がちょっと今日、AR、多分ちょっとね見せてくれなかったんですけど、結構面白くて、うん、あの、はい、保存も当然あのできますんで、うん、あの画像とか動画をぜひ行ってやってみてください。うわ、はい、楽しみ、はい、はい、リアルなモンスターハンターの世界で絶品メニューが楽しめるレストラン、モンスターハンターセリエナの食事場ですね。はい、こちら期間限定でオープンです。パークのレストランとは初のコラボレーションで、うん、モンスターハンターワールドアイスボーンに登場するアステラ・セリエナ両拠点の料理長がモンハン飯でおもてなしします。リアルな作品の世界で味わう絶品メニューで英気を養い、強大なモンスターに立ち向かおう。これを食べてから、そうですね、はい、うん、ぜひぜひ、うん、はい、ということで、ね、ぜひ歴代の、ね、コラボもすごく楽しかったので、はい、私もまた行きたいなと思っておりますが、うんうん、春休み中はもちろん、ね、開催してますし、はい、6月末、ね、30末、はい、30日まで、はい、はい、末までやってるということなので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では改めまして、うん、モンスターハンターの歴史、はい、振り返るところにまた戻っていきたいなと思っております、うん、はい、平井さんもここからはお付き合いよろしくお願いします。はい、喜んですいません、もうなんかあれ、はい、総選挙1位誰かは知らないでしょ。いや、まあ、もう全然わかんないですよ。見ながら撮れますよ、うん、見てなかったんだね。今コメントで、コメントで平井さん大名槌かよ。誰が名槌や。いや、ちょっともう嬉しいわ。消えたり出たりね。では歴史の振り返り戻っていきます、はい、続いては2015年そして2017年振り返りましょう。はい、2015年にモンスターハンタークロス、2017年にモンスターハンターダブルクロスが発売されました。これやったな。さあ、ではこちらの2作品もまずはトーク映像からご覧いただきたいと思います。見ましょう。モンスターハンタークロスね。はい、そうですね、はい、これ実はあの全然違うタイトルだったよね。最終的にはちょっといっちゃんと僕でやるって話になって、でそれまで作ってた別のゲームとかあったんですけど、まあ、それやめてで、まあ、今回何しようって話に、うん、まあ、両さんと合流して、で両さんからもう、うん、あれ提示してもらったのがお祭り感、ね、で一言お祭り感以上うちらスタッフ全員おーってなって、そこからあの狩り技やスタイルとか四大モンスターがお祭り感から生まれた。よくできましたね。みんなよくそんな、ね、キーワードでここまで、ね、広げてくれたわっていうぐらいけど、岩中のところで言うとやっぱり狩り技とスタイル、はい、3DS できる、タイトルと、まあ、それも何タイトルか出てきてるんで、やっぱりちょっと、ゲーム的にも何かちょっと アクションの部分で新しさとかがないと、うん、やっぱマンネリはちょっとし始めるかなっていうので、うんうんうん、既存の武器のところに何かちょっとシステムを加えることで遊びを広げられないかなっていうので、ちょっとこういったシステムをちょっと入れることになりましたね。お祭り感とこのキーワードのところから、あの懐かしかった頃に戻れるみたいな、そういったものにしたかったので、過去にあった村とか、うんうん、そういったものを、ね、はい、うんうん、持ってきたりとか、まあ、4つの拠点か、うんうん、でその4つの拠点にそれぞれ4つのモンスターを置いて、うん、って感じで、まあ、キーワードを4っていうものにしたんで、うん、スタイルの感じも4だったりとか、うんうん、そんな感じでちょっとまとめていったって感じにはなりますね。4大メインモンスターの中で、はい、まあ、個人的にはその後結構厄介なのがガムート。なんですか。でかい。でかいのが厄介なんですか。いや、結構ほら、あの、あっこに出そうとかってなった時に、あ、そういうこと、そういうこと、あいつだけどでかいから。でもあの当時はでかいマンモスが出したかったんですよね、うんうん、どうしても。でも全然ガムートなんかいい感じにすれば出せるんじゃないですか。、うん、そうやね、ガムート子供とかおらへんのかな。ちょっとちっちゃめのやつ折れへんか。この時に出たのが、まあ、お祭り感もあって、ニャンタオトマイルのとこ、まあ、ちょっと何かしら手を加えた方がいいかなっていうので、
うん、実際もプレイヤーとして遊べてみても、うん、まあお祭りっていうことなんであれば、うんうん、いいのかなっていうので最初やっぱゲーム的にどう調整しようかなってところもあったんですけど、もうかなり遊んでもらって、うんうんね、今でもやっぱりユーザーの人とかね、うんうん、あのニャンターとかないんですかっていうような、うん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 、意見とかやっぱそういうの目にしますもんね、うん、それね、うん、クロスが発売されて、まあ、その後にまあ、タイトル名としてはダブルクロスと市原くんはディレクターやってくれてて、エグゾプライマル の, あのディレクターやってる平岡がメインプランナーでやってくれてて、当然の流れとして仮技と、まあ、スタイルを足すんだろうなっていうのはあったんやけど、スタイルを2つ持ってきたよね。そうですねすごい調整量が G になって作るもんと掛け合わせがすごかったですね。そうそうそう、前の仮技とかにも全部掛け合わせ見ていかなあかんから、はい、結構2つ足せてえらいことなんですやけど、やりますって言って最後まで走り切ってくれて、で、ここでまあモンスター的生まれたのがこれも結構大人気、バルハルク。バルハルクって、うん、ちょっと一風変わったモンスターに見えたと思うんだよね。あれってまあどんな経緯とか、元デザインのところシャチベースとかなんかそんな感じじゃなかったかな、ね、ははは、からちょっと、まあ、空飛んでるもんなんで、うん、あ最終的に今の形になったっていうのは、鳥とかそっち側の方か、はい、そしてここでなんと二つ名でモンスターがこの、はい、メインモンスター扱いですね、入ってくるっていうね、はい、ここでオーマ、ディアブロスとめちゃくちゃ強かったですね。強かったな、うん、早かったなです、ね、モードも複数切り替えて、うんうんうん、後半に行くほどか、うんうんうん、あのだんだん戦闘スタイル変わってで、こう、うんうんうん、ゲーム自体も手に汗握るような。そうやね、まあ、あのディアブロスって、ね、うん、あの初代から出てるんやけど、はい、ここでね一番スポット当たったかもからね。確かにそうかもしれないですね、うんうん、特徴的な色にもね、うんうん、してたんで、うんうんうん、結構印象には残る、ね、モンスターになったんじゃないかなと、まあ、2つの中でもとは思いますね、うんうん、いやーすごい、はい、モンスターハンタークロスダブルクロスはお祭り感がキーワードで作られてたんですね。まさに、なんかニャンターとかバルファルクとかすごい、ね、お祭り感満載でした、はい、さあこのモンスターハンタークロスが発売される約半年前、うん、4月末頃ですかね、うん、タッチのお二人、はい、モンスターハンター 4G のプレイを、はい、していただいていましたが、はい、覚えてるとは思うんですけども、はい、レア素材25個をやりましたね。イベント開催の2日間で全部集めなきゃいけないっていう、そんなお祭りをやってました、ね、お客様にみんなに見られてる状態で、これミュウソさんもウサギさんいるんですけど、これちょっとだけやってすぐ休みに行っちゃった、休憩のついでにやるんです。そうです、僕らずっとやり続けてラージャンハートが出ない出ない結構鬼畜企画でした。これそうですよね、なかなかこの時からなんかちょっとリョウゾウさんの無茶ぶりが始まったこの頃から始まってたんですね。この時はモンハンギャグとかありますね。モンハンギャグとかこの時からね、ガンガン作り始めて、今日新しいやつ20周年あ、あるんですか、はい、こちらに、なんであんの20周年20周年をかかってるから ね、 今日 ね、 ちょっと台本にはないかもしれない40超えてるんですよさっき言ってほしすぎたら41位49ドンドンブラキリオスバクバクババコンガカギカッコ。自分でカード言ってない、大丈夫キリツ気をつけレイジエナ。レイがね、レイがないから。おお。すごいな。すごい。20年。わ41です。41です。あとはもう半あの番組の後半で。後半になる。まだ今これが始まったんですよ。ああ、小出しなんだ。この頃から毎回リョウゾウさんがいるかいないかすごいちょっと怖くて。怖いね。怖くて事前に。
今後も仲良くやっていただけたらどんな趣味か。さあ、そして吉生くんも2015年あたりから配信を始めてるみたいなんですが、うん、いかがですか。そうですね、まだこれとは別なんですけど、モンスターハンターフロンティアとかで配信始めさせていただいて、もちろんクロスもプレイさせていただきましたし、やっぱり僕は本当に PV、クロスの PV2 とかかな、初めてその黒栄を2つなんかドーンって入れた時、あ、モンハンすごいこと来た、すごいの来たなと思って、あれ本当に大好きで、特にオーマがもうモンハンって結局強ければ強いほどいいじゃないですか、モンスターって。オーマが本当に大好きで大好きで、そしてこれは番組もね、出せていただくようになりまして、光栄の極みです、本当に。泣いちゃった。思い出しちゃった。いろいろ。します。髪殺した。さあ、それともう一つ大事な作品が2016年に発売されました。モンスターハンターシリーズ初の RPG、モンスターハンターストーリーズです。やったな。さあ、では辻本さん、こちらの作品はどういった経緯で作ることになったんですか。はいはい、ですね、これモンスターハンターの本当にまあ5周年ぐらいの時かな、からずっと作りたいと思ってたタイトルで、まあ、なかなか実現しなかったんですけど、モンスターにスポットを当てたゲームを作りたいっていうのと、あと、まあ、よりその、まあ、アクションが苦手な人でもモンスターハンターの世界を感じてもらいながら遊べるゲームっていうので、まあ、RPG 作りたいなっていうのがずっとあったんですけど、で、まあ、数年間はずっと構想で終わってたんですけど、である時はその大黒っていう、まあ、ディレクターと、まあ、話をして引き受けてくれるって話になって、まあ、そこから1が実現していくということですね。これ吉山くんめちゃめちゃやってくれたね。いや、もう本当にやり込みましたから、ぜひやってほしいですよね、やっぱモンハンはアクションだからこそっていう人いると思うんですけど、いや、騙されたと思って一回プレイしてほしいです本当に面白いんですよ、ちょっとモンハン好きなのにストーリーズやってないよって人は危機感を持った方がいいです、本当にやった方がいいです、後悔立てないです。なるほど、よろしくお願いします。ストーリーがまたいいね。ストーリー、あとリマスターも出るんですから、あの6月に今度ね、この後紹介しますけど、はい、そちらでも、ね、チャンスです。すごい、はい、チャンスです。今チャンス。泣いちゃうの？泣いちゃいますよ本当に。ストーリーじゃないんですよ。ストーリー泣いちゃうぐらいいいんですか、ね、かストーリーは。そうですね、曲もいいんだこれね。そう、曲もいいですよ。風の絆って曲が本当にいいですよ。2の時もちょっとあれちょっと変わってる。そうなんですよ。とりあえず、うわーって言飲み行こうぜ。なんでだよ。ちょっと、はい、今ね、紹介もしていただきましたが、そのモンスターハンターストーリーズ、新たなハードにて、モンスターハンターストーリーズ、そしてモンスターハンターストーリーズ2発売となります。こちらの発売日など詳しい情報は、後ほどお知らせをさせていただきますので、お待ちください。さて、では続き戻ってきたいと思います。続いては2018年、そして2019年を振り返りたいと思います。はい、2018年にモンスターハンターワールド、2019年にモンスターハンターワールドアイスボーンが発売されました。さあ、ではこちら2作品もまずはトーク映像からご覧ください。ワールドの、ディレクターの徳田を呼んでますので、ワールドとかアイスボーンの話をちょっとしていきたいと思っておりますと。で、まあ、ここでやっぱり、グローバルをちょっとやっぱ意識しようというところも出てて、でもきっかけで言ったら 4G のテストやもんな。そうですね、そうね、 4G を、まあ、海外の方にプレイしていただいて、意見をいただこう、フィードバックもらおうっていうのを、海外の方の反応って結構ダイレクトにわみたいな、なかなかこう答えるものがあって、なんで門前払いとは言わんけど、なんかそれぐらいの勢いで結構徳田がこう黒敵だもんだからかなり気合が入り直したというかね、そうですね、次のゲームの水準というか、そこでやらないといけないところを改めてこうぶつけられたっていうか、これはありましたね。今回やっぱりそのナンバリングをやめたというか、そのタイトルとしてもちょっと自分たちのテーマをやっぱりタイトルにつけていこうって話、あれ開発名やったもんコードネームがあのワールドだったんです。なんか気に入ってもうて、もワールドええわみたいな嘘やろってワールドスタンダードしようぜってワールドにしてたやつ。環境利用、まあ、モンスターも含めて、いろいろ考えて遊んでもらおうみたいなところがあったと思うけど、ここ大変やったなみたいなってある？縄張り争いだもんな、モンスターを誘導して
そのぶつけ合うっていうのが行為として面白い、うん、面白くなりそうだまでは分かるけど本当にそれをゲームとして遊び出した時にそれにこうどれぐらい価値を見出せるかみたいなんてなかなかこう伝わりづらいというか、まあうね、まあプレイヤーがね関与しないって思われがちっていう、ね、そう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 最初実装した時に、結構あのチームにも効率重視のプレーをする子がいて、うん、狩りの効率を回すのが好きみたいな人がいてその子がこんなのめんどくさいし誰もやらないんじゃないですかみたいなことを言ってたんですよ。でその後にダメージ表記を実装したんですよ。あそうだ、ね、プレイヤーが普通に攻撃すると10とか20とかしか桁が違うかったですね。直われてバーンと外したら1000以上ドーンと入った瞬間にその効率重視の子があれ使わないのおかしいっすよねくるって変わってあその時に縄張り争いもダメージ表記もいけるなそうワールドのその数字の実装っていうのは、うん、モンハンにとってはすごい革命だし僕としてもすごいそれは感じて、うん、今回あのモンスターの人気投票やって2位がネルギガンテ、うん、で、ネルギガンテのこだわりってやっぱまずあの古竜が集まる、まあ、生態系を含めたお話にしたいっていうのがあったんで、うん、何がいいかなって考えてふと破壊と再生言ってたねそれを隣にいた藤岡さんに破壊と再生どうすかって言ったらおもろいなって言ってたねずっとね再生能力あるからこそその自らが傷つくことも厭わず攻撃するみたいなそのアクション性も含めて体現できたら、まあ、張りのあるモンスターになるんじゃないかなみたいな。だからアイスボーンの最後もネルギガンテに美味しいとこ持っていかしたかったよね生きてたみたいなあのネルギガンテらしいこのなんか持っていき方がちょっとあれはなんかやりたかったよね。ワールドでは結構タイトルアップデートでコラボとか結構多く入れたんですけど逆に言うとアイスボーンは既存モンスターシリーズモンスターの人気どころをちょっと入れていこうっていう。そうそう単純に僕の一個の心残りというか手強いモンスターがちょっとコラボキャラばっかりだったんでやっぱちゃんと自社の、うんうん、自社というかモンスターハンターのキャラにしたかったよね。だからミラボレアスはもう最強にするミラは、ね、ミラは揉めましたね最後の最後まで出せるかどうかっていう議論をずっとしてたね。ステージも足すし、うん、お話も作り出すしです、ね、ムフェトからアルバトリオン、うんでミラーまでちょっとこう伏線をちょっとずつ張りながらミラーに持っていってたから LINE でこうつなげていこうみたいな、うん、やっぱ締まりましたね。そういう意味ではねすごい締まりましたね、うん、今でもずっと遊び続けてくれてるし、うん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 、やっぱりそのワールドアイスボーンっていうのはちょっと ああいうこの世界観の広がりであったりとかその本当にモンスターハンターの世界って結構ねずっとこだわったところが一気にこう広がったというか感じがしますよね。ラージャンの、うんキャプチャーの映像を出したんですか。昔はもう全部手付けだったじゃないですかモンスターだそうだね、うん、でモンスターもそろそろやってみるか、うんうんうん、キリンのこう角をバキッて折るとこペットボトルバーンって折ってうわーってやってみて前話だけどそれ徳田がありでしょ。そうですよドスの時に大闘技会そうでキリンの角を食べるとめちゃくちゃ強くなるっていうのはあれが成人の儀式なんですよとかいろいろ言っててそれを回収してくれたんですよ、ね、すごい、はいはい、ラストの成人の儀式で今スタジオは盛り上がっています。成人の儀式だったね余ってたのすごいな。まあ、今ワールドアイスボーン話し徳田と、はい、藤岡話してくれましたけど、うん、もう発表するワイルズの方も一緒にやってますのでワールドはコードネームがそのままタイトル名になったんですけど、ワイルズもそうしようと思ったんですけどめちゃめちゃみんなに反対されてワイルズはコードネーム違うんですよとタイトル名は違うようになってて。なるほど。教えてくれないですか。教えないです。あ、教えてくれない。ごめん、ダメなんです。ワールドの時もめっちゃ雰囲気あったけどダメでしたね、はい、そうなんですよ、はい、いや懐かしいですね。懐かしいですね。ミラボレアスとか手ごわかったな、はいはい、やっぱ最初の衝撃バゼルが乱入してくるとこの BGM が変わる感じとかあそうかパニックになりましたね。確かに、うん、あの時とか、うん、そうですね、いろいろありますね、うん、今でも結構ね、吉田さんワールド
やり直してくれてる子も結構多いですね。あ、もうめちゃめちゃ多いですよ。しかもみんなやってて、あら、なんか、で、もう2500万もいったじゃないですか、ワイルスの影響やばいなっていう、みんなだから我慢できなくなっちゃって、2025年まで我慢できねえよってことで、多分みんなワールドやってるんですよ。大変だよ、すごいですよ。いいことだ、これは。配信者みんなやってるんですかね、うん、配信者、はい、そして映像の中でも話されてましたが、うん、ラジャンのモーションキャプチャーの様子が一部見られるモンスターハンターワールドアイスボーン、うん、メイキングオブラジャン、ね、こちら YouTube のカプコンチャンネルで見ることができますので、うん、ぜひそちらもゆっくりまた後ほどご覧いただければと思います。これあの最近こういうモーションキャプチャーって言って、あの動きをキャプチャーしてっていうやつがあるんですけど、昔はあのモンスターなんで全部手付けでやってたんですよ。手付けね、キャプチャーじゃなくて自分あのモーション作る子らが全部手で作ってたんですよ。すごいわ、はい、ようやりましたね。今も結構ね、うん、その部分もあるんですけど、ちょっとモーションキャプチャーも入れ始めてるっていう紹介ですね。そしてゴージャスさんなんですが、モンスターハンターワールドの発売日前の試作として体を張ってゲームの新要素してくれてたのを覚えてますか？ありました、あった、これプロモーションって言った。これなんかいろいろスリンガーでいろいろね、なんかいろいろ飛べますよみたいなのとか、なんかパラセーリングみたいなので滑空の、そういうか、そういうので飛べますよみたいなのね、あった時になんか書くんですよ、あの命誓約書みたいなね、あれ書くって聞いて、何かあったらどうしようと思って、子供生まれたばっかりと朝早く子供にキスしてから向かったんですよ。そんな命がけで、そう、何やるか分かんないから面白い、そう、夕方までかかってるんですね。すごいかかって、で、りょうぞさんって言いながら、いろいろなんかね、そこの滑りながらジャンプして攻撃するみたいなね、やったんだけど、すごいカットされてる。めちゃめちゃ好きです。公式の仕事なんです。公式です。だからそれがテンポでかかってるんですよ。テンポで流れてて、俺がそれ見てて、他のやつがよくやるよね、こいつも認めてる。やったのかと思って。ゴージャスさん、ありがとうございます。頑張ってたな。その説は、ね、まだまだね、いろんなお話続いていくと思うんですが、トークセッション残すところ最後の一つとなっています。2021年、そして2022年振り返りたいと思います。はい、2021年にはモンスターハンターライズ、そして2022年にモンスターハンターライズサンブレイクが発売されました。うん、それでは最後のトーク VTR ご覧ください。またちょっと、まあ、ちょっと和のテイストが入ったようなところに、まあ、もう一回チャレンジっていうことになったんだけど、うん、そうですね、ライズの場合はワールドとは、違ったスタンスのゲームにしたい、うん、まあ、携帯機、うん、の特徴を生かした感じの遊びのサイクルだったりとか、うん、そんなものにしたいっていうふうな話を受けていたので、世界観だったりとか、うん、そういったものをちょっとどうしようかなって時に、再度そのモンスターハンターのとこ中でその和のテイストとか、まあ、アジア圏のなんかネタみたいなのをちょっとやってもいいのかなっていうので、うん、ちょっと、テーマに今回ちょっとしたって感じではありますね、うん、はい、モンスターのモチーフも結構、まあ、今回、ライズの時は結構ユニークにちょっと妖怪とかをちょっとテーマに入れたりとかすることになったと思うけど、はいはい、その辺のはどういう感じなの？もう少しテーマ性とかをそれぞれ持たせられないかなっていうので、少しより具体的に、妖怪をテーマとか、何かちょっと分かりやすい共通のテーマ性みたいなのを持たせることで、過去作のモンスターとかともちょっと違った、ものを作れないかなっていうので、そういったものをちょっと、お題として出させてもらったっていうのはありますね。で、まあ、システム的なところでいうと、やっぱかけり虫っていうのは、まあ、初めて入ってくる、まあ、システムになるんだけど、うん、ちょっとゲームのその地形を使った遊びっていうのをちょっと考えようかって時に、うんうん、こう壁に張り付いたりだったりとか、まあ、地形でいろんなことをしたいっていうところがあり、ちょっとワイヤーを使ったようなアクションっていうのをちょっと足したいなって、うんうんうん、っていうところから、まあ、単純にワイヤーでフックをかけてなんか登るとかそういったものではなくて、まあ、ちょっとせっかくモンスターハンターの世界なんで、何か生き物を使った形でそういったものをちょっと表現しようっていうのが、うんうん、かけり虫だったりしますね、うんうんうん、はい、まあ、お供でいうとここでアイルじゃないお供としてガルク
はい、が、まあ、登場するっていうことになる。犬ファンの形が、うん、犬とかも何かしらの形出えへんかなみたいな話とかで、うん、そのお供の形でかできないかなっていうところから、うん、アイルと同じような獣人の形した犬のままだと役割的にはあんまり変わんない、うん、なるんで、ちょっとガルクの方はちょっと四つ足の本当に獣、うんうんうん、いやモンスターですねの形で、まあ、ハンター側の方に協力してくれるモンスターという生物としてちょっと、新しく作ったっていう感じにはなってますね。はい、ここからは、鈴木ディレクターを呼んでますので、サンブレイクの方の話を聞いていきたいと思いますと。よろしくお願いします。はい、よろしくです。はい、世界観のところやねんけど、で、まあ、今回ちょっとテーマをライズを変えたところの理由っていうのは、もう一度その和の世界で行くよりもあえてここは漁夫に倒すことで、うん、まあ、西洋の、まあ、妖怪ではないんですけれども、うん、やはりモンスターという存在がたくさんいますので、うん、まあ、そこら辺をモチーフにした、うん、まあ、絵代わりとそれからその遊びの変化といったところと違った登場人物を出すことができるかもしれないといったところを、まあ、総合的に考えたときに、ここをあえて洋風でチャレンジしてみようというところで、うんうんうん、企画書を書かせていただいてと、まあ、もちろん、西洋や洋風の世界で、まあ、進めていこうっていう話、企画自体は立てていたんですが、和風の路線っていうのも、企画自体はベースはありました。へえ、はい、なので、アートまでは書かれてるんですよ。陽気払いの里とというところでですね、まあ、本当にその陽気払いの里で、カムランの里の面々が、まあ、また活躍していくといったようなルートっていうのも、まあ、自分の中では、温めてはいたんですけれども、まあ、残念ながら日の目を見ることはなかった。フロンティアからモンスターが、はい、まあ、久々にというか、はい、エスピナスを持ってきた。あれの経緯は、ちょうどその開発を始める少し前ぐらいのタイミングでモンスターハンターフロンティアがサービス終了を迎えたタイトルでもあったんですね、うん、まあ、遊べなくなってしまったそのユーザーの皆さんにそのモンスターハンターフロンティアの要素っていうのを何かこう届けられないかなっていう気持ちが一つあったのと、で、まあ、もう一つはそのモンスターハンターのフロンティアのモンスターっていうのは新鮮に感じられる部分もあるんじゃないかなと、まあ、そういった面から、一体モンスターを出してみようというふうに考えまして、モンスターハンターシリーズにおいて、まあ、直近の作品において、まあ、マッチするモンスターどれかなっていうのを考えた時に、まあ、生態であったりとか、まあ、もしくはアクションであったりとか、そのあたりをまあ考慮した結果エスピナスという一体を選ばせていただいたということにはなりますね。なるほど。じゃあモンスターで言ったら、まあ、サンブレイクって結構 DU でも達成だよね。はい、やっぱメルゼナで締めれたのはなんか締まったね。そうですね、直前でまずはその天妻が土で、うんうん、ライズから続く流れのところを一度完結をさせていただいて、はい、で次に、最後メルゼナのところでしっかりと、うん、ラストを飾る、うんうん、ラストを締めることができたっていうのは、まあ、開発スタッフ一同にとってもすごく、うん、大きなものだったかなというふうに思います、ね、そうですね。最後にメルゼナに締めて、はい、ね、綺麗にしまったなって感じで良かったね。はい、デモとかもちゃんと作ってくれてて、ね、ちゃんとなんかストーリーの保管とかもなんかできたのがすごい良かったって感じかな、うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、モンスターハンターライズそしてサンブレイクのトークセッションご覧いただきました、はい、うん、サンブレイクの東洋バージョンっていうのもどんなストーリーだったのか気になりますよね、一応あるんですけど ね、この時もちょこっと話したんですけど、ちょっと短くしたのかな、これは、うん、ですかね、はい、このディレクターインタビュー自体6時間ぐらい撮ってるんで、そんな喋り込んだ、なんでノーカットバージョン見たいわ、キュッとしすぎじゃない5分です、5分今回他の話気になるノーカット見たいです、ね、昨日何食べたとか何食べた確かに。皆さんはオトモガルク、オトモアイル、どっち使ってました？アイル派の方は？アイル。お、僕もアイル。あ、結構ちゃんと半々ぐらいなんだ。じゃあ、あとはガルク派の方。ガルク。ガルクじゃないと置いてかれるじゃないですか。みんなすぐ行っちゃうじゃん。ふんどりアイルで。ふんどりアイルね。そう。便利なんですよね。そうそうそう、回復してくれたりとか。確かに。はい、まあね、その今お話がいろいろあったりとか、こうお友達ができるとこう、ね、楽しかったりします。特にモンハン、うん、時代もあると思いますが、ユーザーの接点の場として、ね、ライズ3ブレイクともに SNS を使った施策も多かったかと思います。
2004年の初代はゲーム内のチャットとかユーザー同士のつながりもまたどんどん、ね、進化して SNS を使って今度ユーザー同士そして開発スタッフとのつながりができたりとか、まあ、手段は違っても初代から今に至るまで結構そういうコミュニティの形成っていうのがモンハンはすごくキーになってきたんじゃないかななんて思います。カリトモとか言って友達めちゃくちゃ増えましたよ ね、 あ、 そうですね、やっぱり。あとあれですね、あのワードで言うと人狩り行こうぜっていう、人狩り行こうぜ、ちょうどあのセカンドジーンというか、あーそうですね、はい、あーなるほどなるほど、はい、ね、出ましたね、はい、ここまで足早ではございますが、モンスターハンターのさまざまな歴史を振り返ってきました。これらの歴史を経ていよいよ来年2025年にはモンスターハンターワイルズが発売予定です。わー、待ち遠しすぎる本当に、うん、はい、25年です。25年、1年、何月を言わない、何も言えません、うん、やめてくださいほろり、はい、やめてくださいほろり、あなた何しに来たんですかこのために煽りに来た上半期怖い番組になってきた怖い番組になってきた進行お願いします。またでもね、夏頃にまた情報の方も新しくお伝えをしていただけるということなので、それまで速報をお待ちいただければと思います。では話はつきませんが、こちらのコーナー以上で終了とさせていただきます。ぜひね、今日もいろんなあのモンハンのPSP、うん、懐かしいなとか思ったもの、うん、他にもグッズたくさん出てたので、ね、お家にあるものを掘り起こしてぜひ思い出と一緒に楽しんでみてください、うん、そして先ほどまでお話ししていたモンスター総選挙なんですが、うん、全順位の映像は最後に放映しますので、ぜひラストまでお付き合いいただけたらと思います、はい、うん、さあではそろそろ番組も終盤に近づいているということで、ここからはモンスターハンターの20周年を記念した関連情報をお伝えしていきたいと思います、はいはい。まずはゲームに関連した情報をお届けいたします、はい、最初の情報はモンスターハンター NOW に関しての情報です。あ、NOW、 うん、来た現在モンハン NOW 感謝祭第1弾としてモンスターハンターシリーズ20周年メインロゴをあしらった狩人メダルを入手することができるモンスターハンターシリーズ20周年を記念したイベントクエスト、3月24日日曜日の23時59分まで配信中です。はい、本日結果が発表されたモンスター総選挙で神謡画が1位を獲得したことを記念しまして、当初は3月14日木曜日までの予定でした。大連続狩猟ポイントでの神謡画の確定登場を3月25日月曜日の23時59分まで延長させていただきます。またモンハンナウ公式 X アカウントをフォロー&対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様にカプコンフィギュアビルダークリエイターズモデルライロウリュウジンオウが復刻版をプレゼントするキャンペーンをこの番組放送後より実施いたします。応募期間は明日3月13日水曜日23時59分までとなりますので、ふるってご応募ください。そして3月14日にはいよいよ2回目の大型アップデートとなります、うん、春慶作乱入者が配信されます。モンハンナウのハーフアニバーサリーを記念したクエストの配信や特典のプレゼントが実施されるほか、この大型アップデートでは新たなシーズンが開幕し、イビル城、オドガロン、スイツイヤックなどの追加モンスターが新たに登場します。雷強化してさらに新たな武器種としましてチャージアックス追加になります。はい、ほな、せなあかん、おお、ほな、ジンヨーガやらなあかん。また、ゲームをプレイすることでティアを上げて、さまざまな報酬を入手できるシーズンパスも導入され、そこではモンスターハンターシリーズ20周年のメインロゴをあしらった T シャツの重ね着を入手できます。さらに、番組冒頭にお伝えしました、モンスターハンター20周年を記念したキュートロゴをあしらった T シャツの重ね着を入手できるイベントクエストを4月下旬に配信予定ですので、こちら、詳細は後日お知らせいたします。お楽しみに。さあそしてラストです。最後にとっておき情報です。モンハンナウは今後季節ごとにご覧のような形で大型アップデートを実施していく予定です。夏頃にはモンハンナウ初の海流種モンスターを含む複数のモンスター新武器種の追加、新シーズンの開幕、1周年を迎える秋には大型アップデートや次なる1年に向けたイベントを順次開催予定となっています。詳細は今後の発表をお待ちください。まだ結構先ですけどね、はい、秋ですから、はい、井上さんかなりテンションが
上がってましたね。いやいや上がってますよ、それ陣容がありがたいですよ。なんならもうちょっとだけお願いしたいんですけど、はい、大連続の陣容が全部陣容がのパターンあるじゃないですか、バレーに。はい、ありますね。あれ全部してほしい。1位取ったんですからね。とにかく陣容がやりたいですね。じゃ分かる人には分かると思いますね。これはみんなそうだよね、みんな。あ、なるほどなるほど。はい、分かる人には分かると思います。さあ、続いてのゲーム関連情報です。まずはこちらをご覧ください。モンスターと絆を結び、育て共存するライダーとなり、さまざまな場所を訪れ、ストーリーやクエストを通じてモンスターハンターの世界を思う存分体験できる RPG シリーズ第1弾モンスターハンターストーリーズを任天堂スイッチ、プレイステーション4、スチームで2024年6月14日に発売します。そしてシリーズ第2弾モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼を新たにプレイステーション4に移植し、こちらも同日2024年6月14日に発売いたします。モンスターハンターストーリーズ2は各地のリオレースが消えてしまった世界で、偉大なライダーレドの血を引く主人公と卵を託された竜人の少女エナの運命的な出会いによって破滅の翼をめぐる壮大な物語が幕を開けます。破滅の翼をめぐる壮大な物語、登場するキャラクター、そしてモンスター、本格的 RPG シリーズ第2弾モンスターと絆を結ぶ新たなライダーの物語、モンスターハンターストーリーズ2をぜひ楽しんでください。そして限定特典としてエナの衣装、カムラの受付条項でプレイステーション4版のモンスターハンターライズのセーブデータがあれば、ライダー衣装、カムラの装いを入手することができます。なおプレイステーション5版をプレイしている方は公式サイトをご確認ください。そしてゲーム本編とおすすめのダウンロードコンテンツがセットになったデラックスエディションもデジタルストアで発売予定です。こちらも詳しくは公式サイトをご覧ください。またプレイステーション版のモンスターハンターライズをお持ちの方はプレイステーション版モンスターハンターストーリーズ2のセーブデータがあればハンター重ね着装備、ライダー装備シリーズが手に入ります。こちらもぜひゲットしてください。同じく2024年6月14日金曜日発売予定のモンスターハンターストーリーズの限定特典は、王者の気分、女王の気分、2種のナビルーコーデが特典としてもらえます。そしてモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼のセーブデータがあるとナビルーコーデのマハナ村のライダーを入手できます。こちらも詳しくは公式サイトをご覧ください。新たな機種で発売されるモンスターハンターストーリーズ、モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼は2024年6月14日金曜日発売予定です。近日予約開始を予定しております。よろしくお願いいたします。それでは続いての情報はこちらです。これで決める。好評発売中のストリートファイター6とモンスターハンター20周年を記念したスペシャルコラボの実施が決定いたしました。うん、どういうこと？リオレウス装備を着てワールドツアーの世界を冒険したり、バトルハブで他のプレイヤーとのアバターバトルも楽しめちゃいます。またリオレウスのフォトスポットなどさまざまなコンテンツをご用意しております。こちらのコラボは4月よりスタートを予定しております。今後詳細を公開していきますのでお楽しみに。大きいな。
力がすごい。うわ。フィギュアで見たような気がする。これ吉野真君もストリートファイター6めっちゃやってくれてるんですね。そうなんですよ。もう半年で800時間もやっちゃって。当時モンハンハマった人と同じぐらいハマってるんで、クオリティ良くてびっくりしてます。楽しみです。なんで止められないんですか。また上手いですよ。まあそこそこね、やりますね。さすがですよ。はい、ね、見てますよ。SNS でね。確認めっちゃしてますから。そうなの。はい、皆さん楽しみにお待ちください。あとさっきのストーリーズなんですけど、はい、PS4 ってなってますけど PS5 でも PS4 のゲーム遊べますので、なるほど、はい、そこはちょっと誤解なくっていう、はい、ありがとうございます。あとあのストーリーズ1に関しては今回あのボイス、うん、今まであのモンハンボイスしか入ってなかったんですけど今回は日本語のボイスとかも入れてますので、ちゃんと、はい、ちゃんとそこもあの日本語のボイスで、うん、遊べますのでもう一回遊んでいただいて、嬉しい、はい、はい、楽しみに待ちたいと思います、うん、はい、ゲームの関連情報以上となります、はい、ではここからはモンスターハンター20周年を記念したイベントやグッズの情報をお知らせしたいと思います。お願いします。まずは展覧会からいきたいと思います、モンスターハンター大狩猟展の続報です。モンスターハンター大狩猟展は東京六本木にあります六本木ヒルズ森アーツセンターギャラリーにて2024年7月19日から9月8日までの52日間開催を予定しています。大狩猟展ではモンスターハンターの20年間の歴史で生み出された開発データを活用しさまざまな体験をご用意しております。メインコンテンツはデジタルでモンスターを間近に観察できるモンスター図鑑 AR 体験ゾーン、最新の AR デバイスメタクエスト3を使用し仮想空間で目の前に大迫力の歴代メインモンスターが続々と登場します。モンスターハンター大狩猟展は六本木ヒルズ森アーツセンターギャラリーにて2024年7月19日から9月8日までの52日間の開催です。チケットなどの情報は大狩猟展公式サイトもしくは公式 X をフォローの上続報をお待ちください。こちら辻本さんは早く体験したということで、はいはい、僕はこの、はい、AR の方は体験してますので、はい、あの本当にあのモンスターの迫力っていうのは、うん、その場で味わってもらえるようなものになっていますので、楽しみです、はい、ぜひ続報もご期待ください。はい、楽しみ、はい、ありがとうございます。うん、続いての紹介はユートレジャーさんよりモンスターハンターシリーズ20周年を記念した数量限定のコレクターズアイテムが登場です。シリアルナンバーが刻印されたシルバー製のプレート付きリオレウスのヘッドフィギュアはシルバーとプラチナそれぞれ各20体限定で販売。うわ、熟練の技術を持つジュエリー職人が原型から制作した20周年をお祝いするスペシャルアイテムです。2024年4月5日金曜日よりユートレジャーさんのサイトで予約販売開始ですのでお見逃しなく。はい、これ一応お値段だけ言っておきましょうか、はい、お値段だけ言うんですか。値段だけ言うんですか。これあれですよね、シルバーとかプラチナっていう色じゃなくて、うん、マジの素材の話をしてますよね。そうなの。そうです、そうらしいです。味なのであの値段を今言いたいっていう。そうですね。あのお買い求めやすい形で、シルバーのヘッドが、20周年ですので、約200万円。あーあー、ただみたいなもんですね。お求めやすい。存在がついてますね。ほぼただです。それがシルバーの。シルバーで。で、あともう一個なんですよ。プラチナ。プラチナ。プラチナの方は。あ、こちらもちょっとお買い求めやすくなってまして、さっきの200っていうところにゼロを1個つけていただけると、どれ？はい、ズコ。ズコ。こちらの井上さんも。今スタジオに実物があるんですが、こちらがシルバーですか？シルバーの方のシルバーですか？ヘッドトロフィー。はい、こちら200万のやつで。200万。はい。え、これはどういうことなんですか？そうだよね。いや、でもいるんでしょうね、買う人でも。そういうことなんでしょうね。記念ですよね、もう。はい、記念です。すごい。すごい。近くに寄れないっていうのが怖いね。寄れないんですか、これ。寄っちゃう。怖いよ、そんな。警備もいないって言うのもちょっとね。怖いですよね。そうそう。はい、で、あのお隣にあるあちらの、そちらのが10万円かな。
はい、10万円。安く感じる。安く感じる。おかしい。おかしい話だよ。うまいですね。高いやつをいきなり言って。そうそう。うわあ。うん。だってこれ20個買えますか。あ、20個買える。バカになっちゃってる。でもね、欲しいって方が多いと思います。特に吉永さんがすごい欲しいっていう、うん、そうなんですよ ねちょっと15周年の時でしたっけ、あのシルバーの、うん、はいはい、ね、結構88万するリューレス買わせていただいたんですけど、はいはい、え、そうですね、僕は車とか買わない代わりにちょっとこういうのすごい欲しくなっちゃって、すごい、普段ゲームしか良くないんですけど、プラチナ行く、ちょっとシルバー欲しいですね、本当に冗談抜きで、行こう資産運用だよ、そうだよ、10年もね、10倍ぐらいになってほしいんだけど、価値上がるしかないんだから、そういう目線も込めてちょっとね、一台ちょっと欲しいですね、シルバーは。そうですか、もう今日担当の人呼んでますんで、ね、予算求め、ありがとうございます、はい、おまあ、こちらにね、あるものもシリアルナンバーが入ってて、さっきちらっと見たら1番、これ1番で001番入ってきてて、よかったらじゃあ皆さんは後で実物近くで001が001でした。吉永君が買うの？ああ、これ？もういいですかこれ001。嘘。今日買うの？今日まだ売ってないです。まだ売ってない。予約ね。ちょっと誰かちょっとずつ出して買いません？誰が持つんですか？シェア。どこに分けますか？チョコじゃないの。ペキペキ折れてる。改めて2024年の4月5日からユートレジャーさんのサイトで予約販売開始となりますので、チェックしてください。よろしくお願いします。すげー。まあ、せっかく、ね、記念の年なのでということで、はい、はい、さあ、それでは続いていきたいと思います。続いての紹介です。動物と草花を融合させた水彩画を描くゲットアーティスト、うん、武田博樹さんに20周年のお祝いにふさわしい華やかなコラボアートを制作いただいています。コラボアートは全部で5点ありますが、今回は2点を先行で公開したいと思います。また本コラボアートを使用した商品がカプコンストア、カプコンのアミューズメント店舗で発売を予定していますので、こちらも続報をお待ちください。上手やな。こちら実際に今お持ちいただいております。おお、すごい、鼻素敵、鼻レウスだ、なんかめでたいですね、ね、うん、癒される。お部屋飾りたい、これ飾りたいですね、ね、素敵、綺麗、すごい、反射がすごい、すごい、そうですね、これは前に倒せば、これは前に倒せばサンプルか、どうなんでしょうね、ありがとうございます、いや素敵、あ、買える、かわいい、これが買えるんですよね、これ買えるんですか、買えるの、はい、こちら、はい、今回はアートを一応公開ということなので、うん、はい、店舗の方での発売などの予定はあるんですが、まだ情報の方はそこまでください。まずはアートだけね、吉永くん予約 しなきゃね、もう全部買うんですからね、全部せっかくですから、ね、あ、そうですね、まあ、20周年なんで見れないんで、根こそぎ行かなきゃ。さあ、続いて紹介するのはモンスターハンターの20周年を記念してセイコーのコラボウォッチが登場です。シリーズの人気モンスターをモデルにゲームの世界観を文字盤に表現、モンスターの姿がデザインされた特製ボックスに収めてお届けします。おー、こちらもサンプルがございます。吉永さん持っちゃってますね。ちょっとね、もう買うみたいに言ってくださいよ、勘弁してくださいよ。いやでもかっこいいっすね。次2本ずつつけてくる。あららら、まあ本田圭佑みたいな、アルバトリオモデルスレコラが、それかっこいいっすよ、かっこいい、かっこいい、似合う似合う、つけちゃった、もうつけちゃった、カウンさんつけちゃってる人いる。違う、ロードさんつけていいって言ったから、これ買い取りです。やべ、嘘、俺買うの、これ買い取りですよ。それもう左が払わなガンクなるやんか。平井さん、すみません、ごちそうです。しゃあないな。いやいや、何宇宙海賊。つけ心地がすごい。つけ心地。イベルカー、イベルカーナみたいな。冷たい。ひんやりしてる感じ。どんな感じなんですか。お値段は。これが59,800円。あら、でもなるほど、ごちそうさんです。おお、しゃあないな。なんでやねん、優しい。なんで前に買わなあかんねん。かっこいい。それぞれのね、モデルを皆さんにお持ちいただいてます。はい、タマミツネとかはね、結構女性でも、タマミツネね、はい、あやなちゃんが今持ってそうです。これ意外と白なんですよね、ピンクだと思ったら白なんで、カバンが白はいいとな。いやいや、危ないよ、危ない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 。あら、ネイルもいいね。ありがとうございます。見てるから。イベルカードのね。4つ鳥も入ってるの見たいよな。こちら限定の本数
が決まっているので、 それぞれ24本、24本、2000本、あ、2000本、びっくりした、24本、ちょっと気がすぎる、すぎるでしょ、私も24だと思いました、ねえ、面白いんだから、24って何にかけてるんだ、2000本だって、漢字の線です、なるほど、これを大丈夫です、吉永さん、2000本あります、両腕に4つつけて遅刻してほしいです何見てんの、何のためにつけてるの、はい、ということでね、いいでね、あの特製ボックスにそれぞれ収まって入っているということで、はい、そちらもぜひ皆さんゲットしていただきたいと思います。では続いての商品ご紹介していきたいと思います。続いてご紹介するのはこちらです。全身を鋭い逆鱗で覆われ、触れるものすべてを無慈悲に引き裂く古竜、広告竜アルバトリオンがモンスターハンターシリーズの20周年記念商品として発売中です。こちらも実物を、はいはい、吉永さんが持っていらっしゃる、あら、あら、すごい、見てください、いい、こちらです、かっこいい、重いの、重い、重いですね、重い、高級感ある、ね、うわ、思ってたより大きかった、あららら、ホームの方見てもらった、鳥が入っちゃうのよ、ね、横の顔、横の顔みたい、横の顔、横の顔、お、あー、あー、いい、これ、ね、すごい、いいですね、このリーゼントか、ね、いい、そうそう、リーゼントたまらない、どんだけあったと思ってんねん、こいつめ、おしゃれ、細かい、これのプラチナあればなえ、あった、これのプラチナあった、あれば買ってほしい、ごめんなさい、ないんですよ、ないごめんなさい、さっき X でももう届いて手元にあってっていう写真をアップしてくださってる方とかもいらっしゃいました、ぜひ今知った方もチェックお願いします。はい、続いて紹介するのは、世界のトップクラスのゲーマーからも支持されているハイクオリティゲーミングチェアシークレットラボとのコラボ、20周年を記念したミラボレアスのゲーミングチェアの登場です。左右には鱗を表現し、背には刺繍でミラボレアスのアイコンロゴが施されています。国内は5月頃から販売を予定しております。シークレットラボホームページより発売日お知らせメール登録ができますので、詳しくはシークレットラボホームページをチェックしてください。もし、カズヤさん買っていただいてもよろしい。そして情報も次でラストになります。最後はこちら、東京秋葉原大阪難波にありますモンハン酒場にて、本日3月12日よりモンスターハンター20周年を記念したフェアが開催中です。フェア一発目はモンスターハンター、モンスターハンター G、 そしてモンスターハンタードスよりリオレウス、ラオシャンロン、モノブロス、ココット村の村長をイメージしたメニューが登場しています。ぜひ皆さんも行ってみてください。もうこれも今日行ってるっていう方のさっきポスト見ました。そうだね、早速、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということであっという間でしたけれども、はいはい、いろいろとねお話ししたり情報をお届けしてきましたけれども、そろそろ終了のお時間が近づいてまいりました。皆さんに一言ずつ今日の感想をお伺いしていきたいと思います。では吉永さんからお願いします。はい、モンスターが本当に20周年、めでたいということで、こういう場にも呼んでいただき、今日本当楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。では、あやなちゃん、お願いします。はい、ワールド2500万本、本当におめでとうございます。私もですね、PC でまた新たに買い直して、ワールドを終わらせたので、うん、皆さんもね、ワイルズに向けて、一狩り行きましょう、うん。ありがとうございました。いやー。では、続いて、ザタッチのお二人、はい、お願いします。はい、20周年おめでとうございます。我々もモンハンギャグ作り続けます、はい、皆さんもぜひこれからも一緒にモンハンシリーズやりましょ う、一緒にやらないと、ちょっとちょっとドスちょっと、ありがとうございます。さすが、よいしょ、素晴らしい。ではゴージャスさんお願いします。はい、ということでモンスターハンター20周年おめでとうございますということでございまして、ゴージャスもね、まだまだモンスターハンターでモンスター買っていきたいと思いますので、まだまだ買う、まだまだ買える、頑張って買っていきたいと思います。まだガッツカルソーレー、あ、用意してきた、ここありがとうございます。どうもありがとうございました。結婚の手ですね。どうもじゃないんだよ。いやいやいや、では今日はちょっと短いお時間でしたけど、平井さん
いかがでしたか？あらららあれ、平井さんいたんですか？平井さんいた、なんと、来ましたよ20周年おめでとうございます。まああのね、この番組を通じてですね、あのすごい長い歴史を皆さん堪能されたと思うんですけども、私ですね、遅れてきたからでしょうか、今一つ堪能できておりません、この続きはですね、それぞれ の, あのゲームを持ってプレイして皆さんのハンターとともにですね、あの一緒に実感していきたいなとこれからも思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ハンターおめでとう。51歳です。わーすごい、年取ったな。そしてラストは井上さん、はい、お願いします、はい、20周年おめでとうございます、うん、でまあ、ここ来ていろんな VTR 見て話して懐かしいなとは言ってたんですけど、年取ったせいかなんかあったっけなっていうその思い出せない、その思い出す時間が長すぎる。そしたらもう次のやついってる速度についていけてないメンツもね変わらずなんで、そうですね、うん、であと僕ライズからちょっと離れてたんで、うん、あの世間がそのコロナになって、うんうん、僕は逆にあのゲームやめたんですよ。どういうことですかって感じですよ。逆に一切やめた。みんながやるから、うん、みんながやるようになって、うん、僕は一切やらなくなった、うん、で今ライズいいよって吉沼君に勧められたんで、うん、もちろんちょっとやってみようかなと。ぜひぜひ、はい、ちょっとやってみたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。そして20周年本当におめでとうございます。辻元さんからもお願いします。はい、皆さん、20周年を、迎えることができましたモンスターハンターですけど、ここまで来れたのは本当に皆様のおかげであります、これからも、ね、あのモンスターハンターシリーズはですね、もちろんゲームでもチャレンジし続けますし、それ以外でも、皆さんにモンスターハンター楽しんでいただけるように、頑張っていきたいと思いますので、うん、これからもぜひモンスターハンターシリーズよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。はい、これからもですね、このモンスターハンターの20周年を記念したイベントの開催やグッズの情報などもありますので盛り上げていきたいと思います。引き続きチェックをよろしくお願いいたします。詳しくは20周年の特設ウェブサイトご覧ください。はい、よろしくお願いいたします、はい、この後モンスター総選挙の全順位の映像を放映いたしますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは本日スタジオの方は以上になるんですけれども、最後はちょっとみんな年取ったから上がるか分かんないです。いや四十肩になった。そうなんですか。上がるか分かんないけど、あのせっかくなんで両方四十肩になってめっちゃいいマッサージ屋さん、うん、お伝えしますよ。どんな締め方や。右直ったら左来たから、ね、お願いします。ぜひご覧の皆さんも一緒によろしくお願いします。それでは行きましょう。モンスターハンター20周年でもひと狩り行こうぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。急に切れました。